ただいま本日のメインイベント、エキスパートクラス64キロ契約3分5ラウンドを行います。青コーナー175センチ、64キログラム、クラスポイント吉祥寺、ライズライト級王子、クラシー。赤コーナー177センチ、64キログラム、チーム FODSP 日本スーパーライト級王者、カイトレディー大村です。なおこの試合は肘による攻撃が認められております。シュートボクシング2018アクト2後楽園ホール、いよいよメインイベントが実現します。まさかという対戦が実現を迎えることになりました。さあライズのチャンピオン深志、そしてシュートボクシングのチャンピオン海藤、2人の対決、3分5ラウンド、そして肘ありのルールで行われます。勝った方がシュートボクシング、この S カップの日本代表に選ばれるとの話もあります。ラウンドは緊張感に満ち溢れています。今ゴングが鳴りました。第1ラウンドの開始です。さあ大江さん、はい、注目の試合がいよいよ始まりましたね。いやー注目ですね、よく深志がこのリングに上がってきましたね今ね、はい、初代ノックアウトでね、はい、ノックアウト他団体の、まあ、素晴らしい団体ありますけれども、初代のスーパーライトのトーナメント隣のところですよね、はい、で1回戦勝ち上がってまた2回戦があるわけで、まあ団体側にしても普通はこのタイミングで他団体再開します、はい、重要なメインイベントの試合には上がってこないですよね。だから相当団体側も、はい、ジム側もね相当自信があるんでしょうね。かなりのこれリスクを背負ってシュートボクシングのリングに上がってきました。ただ海藤はここね、はい、なんとしても勝利しないとね、やはりシュートボクシングのこの牙城を守らなければなりません、はい、こういったでもヒリヒリするような戦い、試練をカイトもこの1年で乗り越えてきましたからね。そうですね。鈴木弘明をノックアウト切り裂きました。それから2月にはムエタイ選手を下しました。一つ一つ山を乗り越えてきたカイト、今シュートボクシングのエースです。ボディ打ってきます。深志のローキック、おーいいストレート、カイトの右ストレートです。距離を取りながら、そしてローキック、あのね、はい、カイトの、まあ、ポーカーフェイス、で今の若い子の、ね、特徴でもありますね、はい、あんまりこの感情表現をね、しないですよね、はい、だそれがね今日この深志戦で試されますよね、うん、ここでも今顔色一つ変えないですよ、はい、うん、だから冷静に落ち着いてるんでしょうね。そうですね。あとここでもし深志選手にね、はい、内容のいい勝ち方ができるのであれば、これまたカイトとしてはもう一歩上に上がりますよね。そうですね。日本の格闘技界の中でもランクがありますよね、うん、今日はこの大きな山を越えることができるか、いや外敵を迎え撃ちます。右のパンチ出しましたカイトです。あーっと今度は右返してきました深志。深志も右で返していく前蹴りです。顔色を変えずに攻撃を見せます。お前の方が当たる当たる、ボディを打ちます深志。残りが30秒を切ります。第1ラウンド2人 の, この攻撃を比較してどうでしょうか大江さん。いやいや、まず序盤ハイキック、はい、大きな流れはないですけどね、ただ突然上に来る右ストレート、深志選手ハイキックね、あれ得意なんですよね、はい、うん、だからカイトのモーションのないパンチもいい当たり方をしてますしね、はい、うん、残りが10秒を切ります。ボディを打ちます。膝を使う深志、前に出てくるカイト、蹴り足を掴んだ。ここで第1ラウンド終了のゴングです。いやーゾクゾクしますねこれ、はい、間違いなく大江さん、これまで戦ってきたカイトの相手では最強の相手ですよね。いやもちろんもちろんもちろんそうでしょうし、またこの先ほど僕見ましたけども、今ノックアウトの
トーナメント中、はい、2回戦に進出している、このタイミングで最低結果をお伝えします。このリングに上がってきた回、10対10、選手イーブン以上、今この波に乗ってる回と、はい、このぶつかり合いっていうのは贅沢ですよ。異例のことですよね。異例ですよね。トーナメントにエントリーしている選手がこのトーナメントの途中で参戦してきます。しかもこのシュートボクシングのチャンピオンとメインイベントでぶつかる、まあリスクを背負ってこのシュートボクシングのリングに上がってきました。そうですね、まあ、それだけ自信があるんでしょうね。いや、もちろんもちろん、アベーの状態で戦うのは自分は得意であると宣言したラウンド2です。さあ第2ラウンドが始まりました。第2ラウンドが始まっています。互いにローを蹴りながら、深志の左の足は少し膝のあたり赤くなっています。ジャブを打って距離を詰めています。距離を測っているのがカイト。ジャブから右ストレート、右肘、いや強いの当たりましたよ今。はい、大江さん、この肘で鈴木を切り裂きましたからね。早いですよね。はい、あの衝撃が蘇ります。顔色を変えずに、表情を変えずに攻め込んでいくのがカイトです。鋭い眼光、相手を睨みつけている。しかしもこの相手を睨みつけながら攻撃を磨っていきます。ローを蹴る、ボディで返すカイト。しかしは少しこのパンチを、まあ、身長差がありますから突き上げるような形で打ってますからね、はい。左フック、ボディ打ちます。左のジャブを当てるカイト。大江さん、はい、このどうですかね、深志の動きをご覧になって、深志はどんな作戦考えてますかね。やっぱり引き込み系なんですよね。あのカイトがじりじり前に出てますけども、技のタイミングと今のパンチの交差を見てても、はい、今のところですけどちょっとカイト一歩上かな。あ、そうですか。そうですね、はい、さあ、右、いい返しの左フックが出ましたね、はい、左フックから右ストレート、そして右、いやだからね、今、はい、少しずつじり前出てるのは、はい、この今あの一つ一つの攻撃のタイミングのプレッシャーで、はい、深谷選手がちょっとね、あの後ろに下がっていってるんですよね、はいはい、だからカイトがじり前出れるんですよね、うん、だから攻撃が当たるわけですか。プレッシャーがだからどんどん強めていってるということですよね。カイトの攻撃がね、少しずつこのカイトのプレッシャー、そしてこの攻撃が強まっている。そう、攻撃の後タイミングも今の左フックなんかもあのきっかけにして、はい、今コーナーに詰めたところも良かったですし、はい、あ、このジャブも当てています。前蹴りです。ただその深瀬選手はそのパンチの固め方といいですね、技のコンビネーションといい爆発力がありますから、はい、いや全然、この辺ね安心はできないですけども、はい、ただ一つ今このラウンド、1分ほど前ですか、一ついい場面取ったんじゃないですか、カイトは、はい、ガードを下げています。深瀬がガードを下げてローキック、そして右ストレート、ここで第2ラウンド終了のゴング。さあ第2ラウンド、あ、このラウンド取ったでしょう。左フックから右のストレート、相手をコーナーに詰めるという場面がありました。そうですね、シュートボクシングのこの城を守ることができるかカイト。いやでもね、これ今一不安としてというか、この今のね、はい、シュートボクシング2ラウンド終了時の最適結果をお伝えします。最適結果出ますか、はい、10対9、一社、赤、カイト。10対10、二社、イーブン、以上となります。一人がカイト、二人がドローと、はい、いうことですか、ただまあ今のカイトに対してはこのカイトがここで上がってくると、このシュートボクシングは一つまた時代が来るのかなと思いますね、はい、絶対的エースというのがもう数年不在でね、やっぱりここでカイトが今上がってきたじゃないですか、はい、そこで一つの結果を出す意味でもこの試合重要ですよ。そうですね、第3ラウンドが始まっています。しかしもローキック出てきます。プレッシャーかけてくる、近い距離で右のパンチ、
カイトは依然として表情を変えずに、あーボディー、左のボディーです。カイト先ほどはクリーンヒットがありました。カイトローで攻めてきます。ふかしです。カイトの右、さあそして肘を使ってくる、クリーンヒットです。いいパンチが出ましたよ。さあこの至近距離でまた小さく肘打ち打てますかね。右のパンチが、クリーンヒットがありました。カイト場内からはカイトコールも聞こえます。ローを蹴ってくる。依然として大江さん、ふかしはローで来ますね。そうですね、はい、ただまあ、あのじりじり詰められてますよね、右、ちょっとふかしは少し困ってるんじゃないですか。あのカイトがいい距離感で右当ててますよね。いやいや、そうなんですよ、そのいい距離感でいいタイミングなんですね、はい、あのふかしが出てくるところになんですよね、はい。いや、顔色を全く変えずにこの自分の得意のパンチ、右を当てています。カイト、いやでも今左のフックなんかもいいショートで持ってきてますからね、はい、分からないですよこれは。左フックカイトも返します。勝負は第3ラウンド、ローを蹴っている。しかし現役のライズのチャンピオンです。ライト級のチャンピオン、そしてノックアウトではスーパーライト級の王座決定トーナメントに現在エントリーしている。右から左カイト、あのね、今なんかの、あのストレートなんかでも力が抜けてますよね、はい、力んで打ってないんですよね。カイトですね。そうですね、はい、うん、おー右打ち合いになる。近い距離だ。肘を使ってくる。しかしの肘、いや今深谷選手た、カウンターの肘危なかったですね、おお、左から右、カイトが右、肘を使います。プレッシャーをかけてくるカイト、もう引かないですね、左フック、カイトの左フック、かなり大江さん、はい、このラウンドここに来てカイトのクリーンヒットが増えてきましたね。前蹴り、残り時間が少ない第3ラウンドです。ここでゴング、第3ラウンド強いわ、カイト強いわ。大江さん、うん、かなりクリーンヒットが目立ってきましたね。明確じゃないですかこのラウンドも、はい、まあ一瞬あの深志が肘を使ったところ、いやいやいや、ああいうタイミングはさすがですよね、あの肘もあれですよね、 2,3 センチ5センチぐらい、はい、のタイミングで当たってたら、あのカイトに当たってますよね、はい、素晴らしいタイミングで肘を立ちてきます。そこのラウンドも出るんですか。2試合10対9赤カイト、1試合10対10イーブン、以上となります。ジャッジ2名は10対9でカイトにつけました。やはりこのラウンドは差が出ました。セコンドラウンド、シュートボクシングのチャンピオンと、そしてライズのチャンピオンがぶつかっています。試合は第4ラウンドです。この試合は5ラウンド、そして肘ありルールで行われています。そういうのを混ぜていって、もっと言ってね、もっとお前らさあ、カイトがまたプレッシャー、いいプレッシャーのかけ方、そしていいタイミングでパンチを当てています。ローから入ってくる。しかしカイトのローに合わせて右のパンチを出しました。先ほどはいいパンチを当てました、大江さん、どうでしょう、このラウンドはカイトにとってはどういう点が大事になりますか。いやいや、まあ今まで積み重ねてきた、まあ、明確と2ラウンド3ラウンドと同じように、はい、出てってもらいたいですね、じりまいじりまいですよね、はい、技を伴いながら前へ出る、で前へ出ていきながら相手のカウンターに合わせてクロスね、左フックを返していくというね、はい、ただまあ荒い攻撃はちょっと禁物ですよね、はい、深谷選手も実力ありますから、まあ、集中力が大事です ね、 そうですね、ちょっとした荒い攻撃が命取りになりますからね、はい、まあ、さっきのラウンドで大江さんはその深志も少し困ってるんじゃないかという話がありましたけども、そう3ラウンドはそうですね、はい、
前も狙い返した、ね、4ラウンドも逆にじり前で深谷選手前出てきてますよね、はい、これ深谷としてはどうですか、何かこう流れ変えたいとい う, こう思いというのはありますかね。そうです、いや出ていきたいところですけども、カイトの返しがね、うん、早いんですよ、はい、なのでその後にリズム乗り切れないですよね、なかなか出られませんね。そうそうそう、だから1個乗れば、はい、深谷選手ってものすごい爆発力があるんで、ドドドドドンって出てきて相手を倒すんですけども、はい、それをさせないこうストップをかける返しを持ってるんですよね、はい、深谷がね、さあ、クロスカウンター、来た来た、右のクロスカウンターだ、カイトの右クロス、今ちょっと聞きましたね、深谷、はい、聞きましたか、いや相手をよく見てますね、カイトは、肘、お縦肘、縦肘も使ってきます、カイト、ただまあシュートボクシングなんでね、はい、投げも締めもあるわけじゃないですか、今これまるっきり展開キックボクシングですよ ね、 そうですね、もしかしたらカイトはあえて相手の土壌でね戦って、また勝っても投げで勝ったんだ、締めで勝ったんだって言われないように、はい、そういうことも考えてるのかもしれないですよね。まるっきりキックボクシングをしてますよね。そうですね、ここまで投げも締めの展開もあります。あ、切れた、はい、切れましたか、切れましたか、あ、カットした、カットした、またもや切り裂いた、カイトが切り裂きました、ドクターチェックを行います。あの鈴木戦を思い起こさせる凄まじいカット、いや止めた、止めた、止めた、シュートボクシングの牙城を守りました、カイト来ました、完全にキックボクシングで。素晴らしいですし、はい、なんせそのリングでの佇まいが大きいですよ、大きく見えますよね、正真正銘シュートボクシングのエース、カイトが深谷を下しました、文句なしのノックアウト、こんばんは、シュートボクサーのカイトです、今日は自分が日本のトップに立てるように絶対勝たなあかんなって思ってた試合で、こうやってまた KO できて、ほんまに嬉しく思います。で日本のトップクラスはカイトじゃなくてシュートボクサーのカイトで覚えてください。これからシュートボクシング背負っていくのは僕ですし、格闘技界65世界も取りに行くんで、僕にみんなついてくれて、ついてきてくれて偉そうなことは言えないんですけど、一緒に取りに行きましょう、世界みんなで取りに行きましょう、今日も最後まで残っていただきありがとうございました。